はい、皆さんおはようございます。今日は2月6日月曜日です。時間は今9時8分ですね。天気はねものすごくいいですけど、風がねものすごく強いですね。今もうここはあれなのかな、伊東から東伊豆の方に移ったと思うんですけどね、だいぶねもう潮を食らっておりますね。気温も高めでね、全然寒さは感じないかな。うん、それとご覧の通り、これをね動画にして元ブログとしてアップしてたら、超久しぶりの FZ1 フェザーですけど、ちゃんと動いてますからいやーでもね、久しぶりに乗るとですね、ステップの位置とかね全然違うし、車体の重さとかね倍ぐらい違うし、カーブでね倒れないんだよね。カーブが倒れなくてね曲がれないんですよ。よいしょって言いながら倒す感じ、やっぱダメだね。軽いバイクばっか乗ってるとね。まあ特に今日はねこれといって、まあある程度のコースは考えてあったんですけど、ちょっとね風が強いのと、俺ね潮大嫌いだから本当は南伊豆とかね海岸線沿いにずっと回ろうとしたんですけど、やめて、ちょっとまだねまだちょっと早いんだけど、だいぶね咲き始めてるってことで、河津桜をね少しチェックして、そこからまあループ橋など渡ってね山手に移動しようと思うんですけど、まあ今日は ほぼランダムトークで行ってみたいと思います。乗ってない乗ってないと言ってもね、うん、ちょこちょこは乗ってるんですけどね。フェザーも単に動画にしてないだけなんだけどね。フェザー乗った時ってね、大体GS のねマスターにねお付き合いしてね、昨年末はね湘南のUメディアの方にね行ったりしたんですよ。そのUメディア行った時はまだね、オフ車が自分のとこに来てなくて、 KLX がね、それで自分も黙って買ったもんで黙ってたんですけど、GS のマスターがオフ車でも買わせようとしてたんだと思うんだけど、Uメディアにね連れてってくれて、もうその時はまあ自分はね買ってあったんだけど、うん、黙ってたもんでニヤニヤしながら行ったんですけど、Uメディア湘南初めて行ったけど、うん、バイクの数がものすごかったね。新車からまあ中古まで、中古がたくさんあるのかな、新車もあると思うんだけど、中古もねみんな綺麗でね、うん、新車みたいな中古ばっかり、うん、車種も豊富で意外とお手頃価格なバイクが多いんで、うん、あそこ行くとね欲しくなっちゃいますね、バイクが。あんまりにバイクの数が多くて目移りしまくって買えなくなるんじゃないかな、あれ。それでビルが何階建てにもなってて、ハーレーが2階とか3階とか、あとなんだか古いバイクが4階とか5階とか、うん、そんな感じでずっといても飽きない感じでしたね。Uメディア湘南をよろしくお願いしますと店長さんに言われましたよろしくお願いします。先週かな、10日ぐらい前にも GS のマスターもやっぱりオフ車が欲しいってことで、なんかね古いね変なって言っちゃうんだけど最初ねボロボロのね TL125 っていうの、オフ車トライアル車よくわかんないんですけど、その辺それをね、買ってきて直して乗るってことだったんだけど、なんか直すのがすごく大変で、その TL125 バイアルスっていうのかな、もう一台ね同じのをね仕入れたんだよね。それのいいところとこうくっつけ合わせて走るものが1台できた感じ。もう一つはだから今ねフレームとかエンジンとかバラバラのが一つ GS にあるんですけど、それもそのうち生き返らせるようなこと言ってたんだけど、それでまあ自分古いバイクのことなんか知らないから、昔のバイクってあれなんですね、なんかバッテリーとか6ボルトなんだね。それで6ボルトだと何かとねなんか不安定なんだってよくわかんないけど、その辺はね、だから12ボルト化するとか言って、電球とかみんなね6ボルトがついてますんで、とりあえず12ボルトのねものを仕入れに行くから、
うん、バッテリーとかね欲しいし、自分は分かんないから一緒に来てくれってことで、その時もね一緒に行ったんですよね。その時もちゃんとフェザー乗って行ったんですよ。沼津の方にある大江長島、あのゾアね、そこに行って電球とかねバッテリーとか仕入れて、まああとはね、ヤフオクとかで12ボルト化するためのねパーツキットがね、キットを売ってる方がいまして、それを仕入れてね、説明書を見ながらね、恐る恐る線切ったり繋いだりして、とりあえずできたんかな、とりあえず12ボルト化できたっぽいんだけど、ちょっと怪しいけどね。まあそれが先週の出来事ですよ。それもちゃんとね、長島沼津の方までフェザーでね、 GS のマスターがダブロク、自分がフェザーでちゃんと行ってるんですよ。だから計ね2回はね、うん、この年末から今までねフェザーで結構長回ししてるんですよね。ただねちょっと問題なのは、ちょっとね GS のマスターと走るとお互いインカムね、やっぱりインカムトークしながら走ってるんですけど、どうしてもね会話がね超内輪になっちゃうんだよね。超内輪の話題になって、なんか知らんけど超しんみりする感じになっちゃうんで、すごくね元ブログにしづらいんだよね、動画にしづらいということで上げてないんですけど、だからねちゃんとねフェザー君もね走ってはいるんだよね。まあでもあまりにね動画にしてないとね、フェザー事故っちゃったんですかとかね売っちゃったんですかとかね聞かれることがあるんで、今日はなんとかね走って少しでも喋って動画にあげようかなと思って出てまいりました。はい、稲取です。稲取の町が見えます。これこれこれ河津桜ね、ほらこんなに咲いてるんですよ。もうこの辺りから、今稲取ですけど、この辺りからねこういうね道端に河津桜がね増えてきますね。わあ綺麗ですよね。もういいねこれこんだけ見れば、ほらすごいっしょ河津桜、ほら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 。まあこんな感じでね軽く河津桜なんかをね偵察して、今日はねまあプチ通なんですけど回ってみたいと思います。気温も高めだからね、うん、西伊豆スカイラインとかも大丈夫だと思うんだけど、路面の凍結ね。ただ風が強いから行きたくないんだよな。もう KLX だったらね煽り倒されてる感じ、この風の強さ。ああ、それで、うん、先日細野高原行った時にねドローンをね初フライトしましたけど、ちょっとドローンの話も しときましょうか。ドローンね前ね元ブログでドローンが欲しい話をしたことがあると思うんですけど、多分10月30日あたりみかんちゃんのねイベントに行くときにその話をしたんだよね。それからだってねポチったのはねそれから4、5日後ですよ。11月4日ですからポチッとね覚悟を決めたのが、かなりの覚悟を決める時間を要してね ポチッとしたわけですけど、 DJI のねマビックプロってやつね、まあその頃は発売したてで本当に品薄で、もうそのポチッとするときから、うん、いつ来るかわからないようなねことをホームページも書いてあって、自分はできるだけね節約しようと思って、なんつうか俺ね俺の嫌いなものの一つとしてポイントってあるんだけど、俺ポイントとかあんま好きじゃないんだよね、ポイント商法みたいなやつ。河津桜ここもたくさんあります。ポイントとか実質とか基本無料とかそういう言葉が嫌いなのよ。だけどあまりにあまりにそのマビックが高いから、うん、できるだけ安くあげようと思って、その楽天のショップではねクーポンってのがあってね、自分が買った方がマビックプロってののね スタンダードパッケージと、デラックスパッケージみたいなのがあって、フライモアコンボっていうんだっけかな、
自分が買った時ね、12万いくらが普通のね基本パックで、そのデラックスの方はバッテリーが2個ついたりバックがついたりする方で、15万5800円ぐらいだったのかな。うん、それにまあクーポンが、そのお店のクーポンがついて15万ぴったりになって、なおかつ楽天カードかなんかを使って買うと6000ポイントだか7000ポイントつくから実質1万いくらお得ですよと、まあそういうことになって、まあポイントね、楽天のポイントがあればそこで楽天のショップでね、あとでアクセサリーとかも買えばいいやとかね思ったんですけど、さすがのあのポイントと実質未来の俺も利用せざるを得なかったですね、あまりに高くてまあそこに頼んね、11月4日にポチったでしょ。それでね、手元に来たのは1月25日ですよ。ほぼ3ヶ月待ったね。もう何回ねキャンセルしようと思ったことが。まあその楽天のショップがあれなのかな小さいねお店というかね、あんまり大きくないショップなのかな。そしたらあの12月とかね後半とかになったら、なんか知らないけど他店ではね、他店というか大手のお店ではなんか在庫が潤沢になってきて、札幌のね元ブロガーの村さんっているんですけど、あの方もね結構ねこういうガジェット大好きだから買うんじゃねえかなとかね思ってたんですよ。去年の冬もね、結構札幌ですからね、冬はバイク乗れないんで、去年はねジンバル買ったりしてたんだよね。危うくね自分もねジンバル行っちゃいそうになったんだけど、去年は我慢したんですけど、今年はだからそのまたその札幌の村さんがね、なんかねドローンを買いそうな雰囲気はあったんだけど買ったんだよね。そしたらねヨドバシでポチったら2日で来ましたとか言ってるんだよね。すげえ羨ましかったんですけど、それが年末の話だったかな。その時はまだ全然当然自分届いてないもんね。それから1ヶ月かかったんだから、お得を切り捨てて自分もヨドバシで買っちゃおうかなとか思ったんですけど、あの年が明けたらね為替の関係か知らんけどマビック値上げしやがってその当初基本パッケージが12万いくらだったのが13万いくらになってんだよね。1万円ぐらい上がったんですよね。もうそれ見ちゃったらもう自分はね、その最初にポチった時の値段ですから、これはこっちキャンセルできねえなということになって、そしてやっとね1月25日あたりに届いたんですけど、まあそれでね数回ドローンも飛ばしてみたけど、まあドローンも結構ねあの飛ばす場所がね限られるんで、なかなかね、うん、動画にしたりするのは大変なんだよね。練習はだいたいあの家の裏の野原というか雑木林というかその辺でねちょっと練習したりしてるんだけど、ただやっぱりね木とかが生えててね邪魔なんで、ちょっとね本当にただ練習といっても全然そういう細かい飛び方とかできないんで、上に上げて下げるぐらいしかできないんですよね。上に上げてくるくる回して、だから本格的に飛ばしたのはこの間のあの細野高原、ああいう何もないとこじゃないとね本当に安心して飛ばせないんだよね。なんかあの10万円があのプロペラがついてね飛んでるように見えるんでそれでやっぱりドローン飛ばすときはね風速が1メートル2メートル3メートル以下じゃないと怖いかなと。やっぱりあのまあ5メートルぐらいでもドローンが頭いいんで、なんか GPS で自分の場所をね自分の場所に居座ろうとして風があってもね踏ん張ってくれるんだよね。全然ねあの機能も使い切れないし、いろんなね方の空撮の映像とか見るとねうまいというか綺麗だし、ああどうやって撮ってんの、どういう操縦をしてんのかなとかね、やっぱりセンスが必要だなと思いましたね。まあ自分の場合はね、うん、ドローンの空撮が命じゃないからまあいいんだけど、途中のねワンポイントぐらいで使おうかなと、ただ落としたくないなと、そういう感じですね。
まあ次回はいつになるか分かりませんけどね、また近々どっかで撮りたいなと思います。とりあえず河津桜の原木だけでも撮りたいな。原木どこだっけかな。もう水戸ナンバーか。さっきは川崎だし、こんな月曜だってのに人がいるんだもんね。まだ咲いてませんよ。これがね、河津桜のね原木なんだって。でかいっすよね。町指定天然記念物河津桜原木、これのね写真だけ撮りました。よし、河津桜撮ったぞ。満足した。なんつうかね、すごく日当たりがいいところはどんどん咲いてる感じですよね。うん、これとかね、なんだかんだ桜が咲いてるとテンションが上がるな。それであのスイートカフェさんに行くわけだけど、あそこのね、いつもまあ週替わりのねランチセットみたいなの頼むんだけど、そういえば焼きカレーってのもあるんだよな。俺焼きカレーって生まれてこの方食べたことないような気のするジャンルだよな。カレーを焼くとどうなるのって感じなんだけど焼きカレーか、そっちも行ってみたいような気がするな。かなり俺ね優柔不断だから、そういうところが無難にねランチのセットの方にしようとは思うんだけど、焼きカレーという響きだけでまあうまそうな感じはするんですけど、こちらからだとこのスーパー角池ってありますから、これを左ね、はい、そうすると左手に郵便局、あとはねまっすぐ。先日あのね、あの簡単に説明させてもらったんですけど、コメントいただいたりして数名スイートカフェさん行ってくれた方がいたようです。ありがとうございました。スイートカフェさん発見。交差点だけは要注意ね。菜の花添えってのがいいよな。じゃあまた来ます。ありがとうございます。またお願いします。いえいえ、どうもありがとうございました。いやスイートカフェさん行ってまいりました。今日はね鶏の和風あんかけのなんとかランチかな、それとスイーツの新作のパフェをねいただいてまいりました。パフェもなんだろう、ガトーショコラっていうのかな、結構うん大人向きな感じのパフェでしたね。甘いだけじゃなくて、そしてねあの一つ苦言を言うとお店に対する苦言じゃないんですけど、結構ねあそこスイートカフェさんね、お客さんがね女性率が高いんだよな。俺いつもだいたい一人で行くんですけど、あ、神さんとも 2,3 回行ってるけど、俺以外のね男性のお客見たことないんだよなご近所の奥様系が多いのかな。なんか奥様方の群れの中であのパフェをね背中丸めて食べてるのもね、まあしょうがない。まあ俺甘いものねだいたい目がないからね、うん、ちょうどスイートカフェさんお店の中に入るとちょうど最初の入ったところにねあのなんつーのケーキ入れるねショーケースというかそういう透明のねああいう入れ物入れてあるんだよね。パッと目につくわけ、なんか目についたらね食べなきゃなって思うわけですよ。ついついねだから行くたびに一応スイーツまでいただくようにはしてるんですけど、今日もね鶏肉の和風あんかけ、鶏肉ソテーしてあるのかな、美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また近々来ようかと思います。うん、そしたら帰り際にあのマスターご主人
出てきてくれまして、アグレッシブだね。そんなにこの人遅いんか。まあいいや、俺もちょっと喋りながらだからゆっくりでいいんだけど、ご主人ね出てきてくれましてね、最近何々はどうなんすかなんていうね、バイク名がね具体的に、ね、出てくるようになりましたね。これこれはもう行くたびにね、お店にいつバイクが止まってるようになるか楽しみだな。行くたびにあの布教してきた甲斐があったかなと。女性率がね高いお店ですけど、行けばあのバイク好きのねマスターもいらっしゃるし、スイートカフェさんもあの地元の方なんで地元のね話もできたりして、なかなか楽しいです。まあ皆さんお近くに来た時はね寄ってみてください。スイートカフェさんでした。昼からはね特にやることもないんで、フェザーのね洗車でもしてやろうかなと思います。今日はまあランダムトークしながら河津桜のねちょっと偵察などして、あとはスイートカフェさんでねお昼を食べて帰ってきた、このぐらいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。